こんにちは、ミスター M さん。今回の動画もね、最近どうですかってことで始まりますけども、航空会社のことをね、ちょっと取り上げてくださいました。私思うにですね、このミスター M さんの動画っていうのは、これからね、私がミスター M さんの立場でしたら、こうやるかなっていうふうな、今日はね、お話をさせていただきます。それがですね、こういうふうな日本の新聞とかニュースですね、こちらの方を今回は、航空会社ということで取り上げてくださったんですけども、じゃあそれに比べて世界はどうかなっていうことなんですよ。世界の航空会社はどういうふうに対応してるのかなとか、世界のいわゆる真水の量っていうのはどうなってるのかなっていうふうな、日本のニュースと日本の現状と、それから世界のね、主にアメリカでいいんですけども、アメリカの現状とアメリカの対策ってものをこうやって比較する感じでね、ニュースを出してみたらいいんではないかなと思います。ここにね、ミスター M さんなりの解釈があってまとまると、すごくいいニュース動画になるんではないかなと思います。特に今社会不安ですから、そのニュースってもののニーズがね、むちゃくちゃ高まる時なんですよ。で、こういう社会不安がない時って、ニュースって何をやるかっていうと、芸能人の浮気ですよね、スキャンダルとか、こういうことなんですよ。ですから芸能人のスキャンダルやってる時はもう逆に言うとね、案外世の中平和な時なんですよね。でもこういうふうに食料ですとか産業ですとか経済っていうものに目を向け始めて、そこに政治ってものが絡んでくると、これはね、ニュースサイトがその方面でものすごく注目を浴びるってことなんで、今ね、やっぱりテレビ見ても同じ番組ずっとやってるでしょ。あれは数字が取れるからなんですよ。そう考えていくと、 YouTube はもう全く同じようなテーマになってきているはずなんですよね。そういうふうに進めていくといいんではないかなっていうのが今回のアドバイスなんですよね。もちろん鬱の状態、これもこれで鬱っていうシリーズでずっとやっていってもいいと思いますけども、そうですね、まあこれが稼げる方法ですよっていうふうなのをやるよりも、おそらくミスター M さんの立ち位置としては、日本の現状、経済状態とかね、産業の状態とか政治の状態と他の国を比較するっていうのが、ものすごく視聴者さんの胸を打つ、プラスこういうことをやってるのが少ないってことでもね、狙えるところなんではないかなというふうに感じました。でもね、今回の動画もやっぱりね、分かりやすくってっていうか、ミスター M さんやっぱりね、喋りがいいですねとっても、はい、テンポもいいですしね、聞きやすいと思います。でそういう意味ではね、すごく YouTube のこのスライドショーのニュース朗読合ってるんじゃないかなと思いますよね。これからもよろしくお願いします。